さあ、日坂のファミリーマートまでやってきましたけどね、ちょっと日坂の交差点ですね、あの、久しいっていう、被災の日、日っていう字にね、上下の下でね、日差し。うん、まあちょっと難読ですよね。意外と読みにくい。ちなみにここのね、交差点の先に、その、ここに半蔵さんっていうラーメン屋さんがあってね、そこ、あの、豚骨ラーメンのね、博多豚骨の、めちゃくちゃ美味しいお店なんですよ。なんでね、あ、いや、ここで食ってこようかなと思ったけど、そうだ。あ、今、アイドリングタイムですね。思いっきし。もう昼のピーク、完全に作った時間ですんでね。ということなんですかね。もうちょっと業務連絡ですね。今ね、あの、地下道を渡ってね、こっちにことをしてたんですけど、あの、道中ね、あの、絶対こっち側に来るんだったら、あの、絶対に、あの、地下道を渡らずに手前から行った方がいいです。あのね、手前側だと一応かろうじて歩道があるんですけど、一応乗り上げてるし、まあまあ、ちゃんとしてるか、あの、車止めも敷いてあるんでね、歩道として確保されてるんですけど、反対側はね、もう一切の余裕がないんで、マジで怖かった。あの、白線の内側にも入れない、外側にも入れないっていうね、ぐらい、めちゃくちゃ激狭だったんで、絶対にやめといた方がいいです。ちょっと怖かった。たまらず途中で、もう一回反対側に戻りましたね。あの、向こう岸まで。で、ここの交差点を立ててたんで、結局すっげえ遠回りになっちゃったんでね。で、この日坂の交差点からずーっとまっすぐ行くと、ほぼもう道ないでね、大田駅まで行きますよ。グーアンバイです。ここもね、そう、なんかあそこ無駄にスペースがありますけど、確かね、4車線間のね、話あったんですよね。まあ今もあんのかな、多分、あれができてきたらまた変わってくるんですよね。この目の前の東海環状自動車道がね、北西まで繋がったら、またそのあたりの工事とかもいろいろ活性化してくるのかなというところですけど。もう確かまず2車線でオープンさせて、後々4車線化したいかなっていう構造ですね。なので先にね、この半分だけ作ってます。土台はでも一緒に作らないとね、あの、当たると大変なんでね、とりあえずまず2車線をね、どんどん作っていこうという感じで、ね、作ってますよね。さあ、ただここも道はこれ多分その工事の関連のあれですね、いろいろバチバチやってますんでね。ただここもまた歩道が全然ないね。そんな歩いてくる想定はされてない感じですもんね。まあ仕方ねえな。絶対あの、個人的には遠いまで大回りした方が絶対 おすすめですけどね。ちなみにですから、あの、こっから曽原経由で揚げ木行ったか、揚げ木経由で曽原行っても、ビビたる差なんですよね、ロス的には。だから、あの、北の方の北の列車に乗っちまうと思います。ちょうどこの大田駅は間の駅ですからね、曽原と。間にもう一個駅あったっけ？あ、ちなみに言ったら、こっちのね、ルートでね、歩いてくるとね、一つね、注目ポイントあるんですよね、確か。メガネ橋ってこっちの方だったっけ？うん。あんまり正確じゃないんで、あれですけど。梅ですよ。はい、きれいきれい。
いいですね。あ、そう、スマホだとこういう時ズーム効かないですからね。まあ、その代わりもう本当にちっちゃいカバン一つでね、指待ってる持ってる来れますからね。あ、そうか、散歩道こっちにあるんだ。あ、ここか。そうだそうだそうだ。あの、あんまり大きな声では言えないんですけどね、ここはね、私めちゃくちゃ細いになったね、駐車場なんですよね。何を隠そう、あの、夜勤でね、疲れ果てつき、家に帰るのも、帰っても、帰っちゃうと、あれだな、あの、家での仮眠時間が1時間切るなみたいなね、激ハードな時にはね、ここの足型、受け型、ここに車を止めて、ちょっと仮眠を取らせてもらって、でまた仕事に行くっていうね。そうするとね、往復の時間分ね、30分睡眠のところで、ね、1時間半睡眠できますからね、この差大きい3倍ですからねっていう、極限状態で仕事をしてたことがありましたけどね。本当はね、こっちの遊歩道使うとね、便利なんですか。なんなら遊歩道使ってたら、多分、上木駅の方に出れるんだよな。ただね、プラス20分くらいかかるかな。なんでね、せっかくだから大台駅も行ってみたいなというところですね。ですから、料金、本当、ミニマムで料金を抑えてきてっていう人だったら、ここからこっちの方を使って歩いて、あげきまで行って、あげきからソハラですっていう方のが安くするのかな。そうすると、あげきソハラの、そこから帰りの電車賃、ソハラから、ソハラからまた3期生の方に出ようと思うと、クソ大変ですけどね。ダイヤン駅まで歩かないといけない？その場合って。まあ、大変よ。なんですけどね。あ、ただ、こっちはこっちで、歩道はないよね。おとなしく言うほど使いなさいなというね、いなべ市の、言葉が、聞こえてくる気がする。言ってる、間違いなく言ってる。あ、ちなみにそこも使用禁止にしてるんですね。で、稲部川ですね。あれが稲部の字ですからね。うわー、ただ細いな。これは歩きで来るべき場所ではない。絶対そうだ。私も歩きで来るの初めてだ。これは、あんまり歩くのに向いてないね。